週刊レディオシード週刊レディオシード通称ラジタネ、ガンダムシードの情報種まきバラエティ番組、それがラジタネです。こんばんは、パーソナリティの出口めぐみです。皆さん気づきました？あの DVD の CM が毎週変わっていることに。3月中はなんかね、毎週変わるらしいんで、その辺もちょっとチェックしてみたらどうでしょうなんて思いつつ、そして私と一緒に番組を進行してくれるウィークリーパーソナリティは、先週に引き続きエンリュミオンのタカ、スカイグラスパーを自由自在に操るパイロット、女性も自由自在に操るセカラッションさんということで、ムーラフラガ役の小安ゲストさんです。ムーでー動かしたいでー。何動かしたい女性を。おらーこらー。 あなたが言ったんじゃないの。違うよ、もうだ本当にね、本当にね、クラブムーへようこそ。始まっちゃった。オープニングから始まったの。曲変えなくて。本当にね。今週もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。メールをね、いただいてます。はいよ。このメールも、茨城県のキラの父さんからいただきました。どっちの父なのこれ。お父さんですよ。こらこら。え、何が？じゃあ、普通の質問じゃない今のは。いやいや。もう、エッチじゃねえ、豊口。意外に。だって普通そうって聞かないでしょ。ダディですよ、ダディの方ですよ。だって聞いてる人分かんないもん、感じ。ミリアリアの、ね、じゃあミリアリアの父とかだったら分かりますけど、キラの父だったら普通のパパじゃないですか。そうだけどさ、ミリアリアの父ってさらっと言うけど、いや、エッチだね、本当に。そっちを想像する方がエッチだと思うよ、俺も。気がするよ。もうね、クレイの父とか、そういうことだろ、ね、マリューの父。あ、そうさ。それはでかいさな。そういう話だよな。そういう話だよ。はい、もう、出口さん、小林さん、こんばんは。こんばんは。前に関さんがウィークリーパーソナリティで来た時に、おっぱい大好きと言って帰りました。だからといって父は父ですからね。ほらやっぱ引っ掛けてんだよこれ。絶対そうだよ。ほら関さんと親しい小安さん的にはどう思いますか？あ、俺もおっぱい大好き。あ、今ね聞こうと思った。やっぱりおっぱいは好きですかって聞こうと思ったんですけど、うん、でも僕はどっちかといえばおっぱいよりもお尻派。あ、ケツ派ですか？ケツ派っていうな。お尻、でんぶ。あ、そうですか。なんで？え、なんで？可愛いじゃないですか、お尻は。あ、今ニヤニヤしてる俺がすごい今嫌。もうすごい嫌なんだけど。だって普段ね、ほらアフレコの時って大体後ろからやってる。あのね、どうせそういうさ誘導尋問的なことをするわけ。じゃあ俺が何か豊口のお尻を見て何かを考えてるとでも言うわけ？ちっちゃいな豊口のお尻はとか、そういうことを考えてるとでも言うわけ？そんなこと考えませんよ。仕事中じゃないですか、少なくとも。いや、なんかそのちょっとね、気が抜けてる時があるかもしれない、ね。あ、でも後ろ向きでよかったなと思う時ありますよ。あ、そうなんだ。いやさすがです。ありがとう。さすが、素晴らしいですね。とんでもございません。小安さん全開です。いい。さあ、続いては、シードの世界を独自の視点で、小安さんの視点ではあるよ、独自の視点で、スーパーのキー、あくまで真面目にお伝えするこのコーナーです。すごい真面目だよ。はい。週刊、シードニュース。番組の途中ですが、ここでシードニュースをお伝えします。フレイが船酔いでダウンしてしまいました。はじめはキラを惑わす作戦かとも思われましたが、どうやら本当に船酔いに悩まされている様子。看病するキラに、キラがそばにいてくれればいいのと甘えるフレイ。しかも寝ているのはキラのベッド。アークエンジェルが360ドロールした際、転がり落ちる化粧品が目撃されており、この二人すでに同棲状態にあるようです。ちなみに、乗り物酔いには手首の付け根から指2本分の場所にある内観というツボを刺激すると効果的なようです。ジブラルタル基地にアスランとニコルが合流し、久しぶりに4人のガンダムパイロットが集結しました。イザークの顔の傷を見て驚くアスランに対し、クルーゼ隊長が傷はもう良いそうだが、彼はストライクを打つまでは後を消すつもりはないということでなと言及。屈辱の印でもあるこの顔の傷、イザークにとってはチャームポイントになりつつある様子。いじられてなんぼのキャラクターであるイザークは、お笑いタレントとしての素質も十分のようです。敵潜水母艦を攻撃するため、ムーに続いてカガリが出撃しました。ケーキを睨みながら敵母艦を探すムー。どこだい子猫ちゃんはの発言に対し、カガリはキショイといった表情。ムーがお嬢ちゃんというボケに対し、すかさずカガリだとツッコミを入れるというコックピット漫談も披露。こちらもお笑い芸人としての素質ではイザークに負けてないようです。敵潜水母艦への攻撃の際、カガリはスカイグラスパーの機体に被弾し、アークエンジェルへ帰還することになりました。しかしその途中、イージスを空輸中の輸送機に遭遇し撃ち合いとなり、
あえなく島に墜落。危うく一命は取り留めたカガリですが、サージされたイージスと共に島に降り立ったアスランとばったり対面。無人島に見知らぬ男と女が一組。この状況で一体何が起きてしまうのか、二人の動向に注目が集まっています。はい、とうとうアスランとカガリが出会いましたね、うん、オープニングであの打ち合いシーンみたいのがね、はい、出てきますけど、うん、なんだこのシーンはと思っていました。こういうことだったんですよね。いや僕ねびっくりしてますよ正直、アスランとカガリが、ドラマ的にそういう盛り上がりがあるっていう風に、どういう風に絡んでくるのか全然分かんなかったけど、ここで出会うのかって感じね。そうするとお互い立場があるわけじゃないですか、その立場が微妙に変わることもあるかもしれないっていうことを匂うわけですよね。その辺がやっぱりガンダムのこうこれからの動向深いなという感じしますよね。でもあの見知らぬ男と女が一組でしたけど、まあキラーじゃないからね、どこになることはないと思うんですよ。え、なんでですか？アスランとカガリは。え、アスランはもうラクス一筋ですから。どうかなって信じてる私は。あ、まあそれでもいいよ別に。信じてる。信じるの大事だよね。そうだと思う。信じようよみんな。信じようね。キラがすごいかわいそうなことになってるけど。いや全然。うん。キラは、ね、まあ大丈夫だと思う。ね、そうやってほしい。そう思ってほしいよね。うん。あれ？思うといい。どっち派？この意見はどっち派？違うよ。男派だよ。男派って何？謎。永遠に二人っきりじゃなきゃいいけどな。何？やだ。アダムとイブになったけど。何？無人島で？二人で。やめて。そしたらやっぱり子孫繁栄かな。やだやだやだ。ダメダメ、アスラそんなことしちゃダメだもん。何言ってんの？ない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 。ムーならいい。しても、うん、あ、いいんだ。よかった大人で。あ、なんかアークエンジェルの人たちはみんなそんな感じかもしれない。あ、そうなんだ。もしかしたら、でもそういう目でこう見てる人もいるかもしれないね、こう、アスランのことをね。そう、いやもうほぼそう思ってるんじゃないですか。そうだね、きっとね。トイレも行かないんだろうねアスランはね。あ、うん。でも風呂は入るんだね。風呂は？風呂、シャワーか、シャワー浴びるんだね。そうそう、あの体を洗うためにね。体を洗うやな、そりゃシャワーだからな。なんだよなんだよじゃねえよ。すごい風洞にもされてるけど。はい、今週も撮って出しでお送りしました。気になる続きは次回の放映を見てチェックしてくださいね。はい、まあこんな感じでガンバガンバの30分盛りだくさんな内容でお送りしていきたいと思います。坊主もお嬢ちゃんも兄貴も今日でお送りします。発売間近のニュータイプ18周年記念特大号は雑誌史上初ガンプラ1体を丸ごとプレゼント。ストライクガンダムのオリジナルカラーリングモデルだ。また毎年恒例キャラクターボイスクリエイターの直筆ホワイトテレカプレゼントほか盛りだくさん。ありがとう18周年。ニュータイプ4月号10日発売。人の業は果てなく、効果は再び空を切り裂く。コズミックイラ70、戦火の大地に立ち上がるのは白い機体ストライク。機動戦士ガンダムシード DVD 3月28日オンセール。新たな時代へ飛べガンダム。ジュナナギタです。ジュナナギタです。ジュナリオピーヨラジダネ。週刊レディオシード、略してラジだね。改めましてこんばんは、小安武人です。はい、瀬口めぐみです。さあここで恒例となりつつあるこんな企画に行ってみたいと思います。小安さんに10の質問ストライクということで、リスナーの皆様からいただいたお便りを元に作成しました。小安さんに聞いてみたい10の質問一気に出題しますんで、テンポよくお答えください。よろしいですか？準備はいいですか？ふーん、あれやる気ナッシング。でもどんどんいっちゃうから。いい、それでは小屋さんに10の質問ストライク、プレイボール。おう。ムー以外でやってみたいキャラクターは？仮面の人。好きなモビルスーツは？ストライク。はい、子供の頃の夢は？野球の選手。おう、絶対に勘弁という食べ物は？魚の卵。今日の持ち物で一番高価なものは？俺？俺？マイブーム。マイブー
ブーム、ま、日本酒。日本酒。え、ファンにもらったプレゼントで一番インパクトがあったものは？あ、なんだろう。な、な、うん、ちょっと思い出さない。はい。女の子の好きなパーツは言っちゃいましたね、さっき。はい、お尻。ケツ。はい。お尻。初恋はいつ？あ、幼稚園。おお、思い出のデートの場所は？あんまりデートした記憶がないんですよ。あれあれ、アイドル発言？なんだよそれ。で、うん、すぐなんかこう部屋って感じだな。あ、前言撤回。って言えばいいんだろ。だデートじゃないじゃんそれってさ。いや、それもデート。なんか遊園地とかさ、公園とかさ、なんか映画館とか言えばいいんだろうけど、うん、ないんですよね。あ、そうですか、うん、一気にベッドへ行こうみたいな。部屋って言ってんだからさ。ベッドじゃない。そうか、うん、違いますよ。え、そういうタイプなんですか？全然何をするの？ちょっと赤くなってるよ。全然。私はね、そうだな、どこかな、公園とかかな。アイドル発言。公園。公園ね。夜でもわかんない。何ですかね。デートってあんまり、今時のデートってどこ行くの？知らないよ。今時の人じゃないから。わかんない。そう言われるとわかんないですね。やっぱりほら、車があったらさ、うん、車でドライブとかね。ドライブ。海、見ながら。海海とかいいじゃないですか。海ね、海行って。冬の海とかいいじゃないですか。全然もう夏バリバリ焼けに行くぐらい。マジです。はい、マジですよ。意外にこう、ロマンティックじゃないの？そんなことないです。そんなことないですよ。ええ、そうですよ。さあさあ、今日の持ち物で一番高価なものは俺ということで。いや、僕ね、荷物あんま持たないんですよ。そう、今日だって、今日だって台本しか持ってないし。うん。いつも封筒ですよね、うん。封筒っていうかね。持ち物でしょ、だって。うん。そしたらボールペンとかになっちゃうよ。他に持ってないから、ね。400円くらいになっちゃいますよね。そういうことになっちゃう、ね。そういうことですよ、ね。お金だってたらそのまま持ってるしね。え？ポッケに？ポッケに入ってますからね。え、お財布は？持たないよ。か、うん、マジで、マジで、いや、見せてあげられないのは残念だけど、いや、多分びっくりすると思うんで。え、カードとか、ま、本当だ。そのままお金持ってますか？え、なんかこうカードとか持って。いや、カードもそのまんま。危ない危ない。いや、危なくないですよ。俺財布持ってた方が危なかったんだもん、だって落としちゃって。散々落として、で、あー、ダメだこれは財布持たない方がいいやと。ほら今時はほらこう紐とかくっつけたりするじゃないですか。あれが嫌なんだな、なんか紐つけてんの。なんでですか？かっこ悪いよあれ。落とさないからいいじゃないですか。なんか嫌だあれが。ビヨンビヨン。なんか嫌だ、すごいかっこ悪い嫌だ。あー、そうですか。うん、ダメ。携帯、携帯とか。携帯は持ち物とするならば携帯一番高いね、確かに。そうですよね。そうだ、そうそう、確かに小林さん荷物が少ないかも。うん、はい。基本的にはいつでも逃げられるようにっていうのが。逃げられるように。あとはキリギリスなんで、何かあったら人に借りろって。マジっすか。みんな俺のために持ってるから借りなさいって。いやいや、小林さんダメだね。すごい自分のために持ってます。本当？でも貸してって言ったら貸してくれるでしょ、俺に。ああ、貸すかも。ありがとう。でも貸すんですよ。あげませんよ。もちろん。返すよ、それは。俺だって泥棒じゃないから。この笑顔が怖いわ。何言ってるんですか。じゃあちょっとお便り行きましょうか。はい、横浜市のシードネーム、宮丸さんからいただきました。はい、あ、これは違う。これはコーナーのだ。コーナー行っちゃっていい。ということで、次のコーナー行ってみましょう。はいよ。シードクルーの悩みの種、一刀両断。皆さんの悩みの種を一刀両断、ガンダムシードのキャラクターが直接答えてくれるというありがたいコーナーです。もうすぐ卒業式、先輩に告白しようか迷っています、ドキとか、もうすぐ卒業式でも単位が足りずに留年しちゃいました、オスという皆さんの悩みの種をシードクルにぶつけてください。今日悩みの種をバシッと一刀両断するのは、私メリアリアバウト、あ、うん、ムーラフラガだムーです。はい、ムーです。ムーちょっと爽やかなんだな、よくわかったちょっと俺じゃないんだやっぱり。うん、そうだね、はい、それでは早速、ご紹介しましょう、はい、今週のお悩みクルーは、はい、ね、声優じゃないんだね僕ね、横浜市のシードネーム宮丸ちゃんからいただきました。どうもありがとう。小安武人さんに相談です。適齢期をすっかり超えてしまった女はどうしたら結婚できるでしょうか、良きアドバイスをお願いしますというね、はい、宮丸ちゃんは要するにあれですね、あの適齢期をすっかりと過ぎてしまったということですよ。そういうことですかね、うん、今何歳ぐらいなんでしょう。ちょっとね、年齢は書いてないですけど、うん、女性ですよね、でももちろん、うん、素晴らしく可愛らしい字を書いてますね。絵もね、可愛い、可愛らしい絵ですよね。はい、この文体から読むに若そうですけどね、まだ感じしますけど、適齢期、うん、あ、
じゃあね、女性いるからせっかく聞くんですけど、うん、私は女性の適齢期って大体どれぐらいなんですか、うん、あ、私の想像する一般的なね、一般的、うん、一般的なのは、うん、うーん、どうだろうな、今で言うと27、8とかそれぐらいですか。適齢期だよ、適齢期だからね、うん、適齢期って27、8？ ちょっと遅くねえか。遅いですか。遅いよ、全然遅いね。適齢期だったら僕の、そう、僕の大体そう一般的なこうなんとなくのイメージは、はい、23から始まって4、5ぐらいまで、でも6だとそろそろかな、7だとうんうん来たぞ、8だとやばいな、9もう30目の前みたいな。そうですか、はい、今の時代はそんな昔知らないですけど、23、4で結婚する人ほぼいないですよね、多分ね、うん、だからまあ適齢期もだん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 ね、時代とともにこう上に上がってってるわけですよ、ええ、そうそうそう、だからあの宮丸ちゃんが一体いくつだかちょっと分かりませんけれども、はい、うんうん、はっきり言って30過ぎてもまだまだバリ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 ね、うん、一人もんでいるね、業界人いっぱいいますから。そうだからね、そうなの、そこなんですよ、ね、なんかねこの業界にねいるとね、うん、32、3ぐらいがもしかしたら適齢期なんじゃないかなって今、宮丸ちゃんこれ多分勇気ある言葉だと思うよ今、そう、私は今思ってるんですけど、そうなんですよね。あとはね、そうだな、やっぱりね、まあ年齢っていう問題はやっぱりあるけども、うん、まあその人の精神的なものだったり、うん、見た目だったりとかで、うん、いくらでも年齢っていうのはね、ごまかせますから、ごまかせちゃうのだって聞かなきゃわかんないしさ、ね、数えるのやめちゃったら年齢なんかわかんないんだからさ、うん、そうですよ、僕は数えるのやめない、やめない、僕なんか26からもう数えるのやめましたからね、26と1とか26と2とかで、そうですよ、それから基本が26なんですね、そうですよ、なるほど、ね、それでいいと思いますよ、そうです、ね、大丈夫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 、そういうのが好きっていう人もきっと現れますから宮丸ちゃん、はい、じゃあ一言アドバイスいきましょう、いいですか、あ、ムーでね、はい、準備 OK ですか、はい、ではどうぞ、ダメだったら俺が拾ってやるよ、なんで、人によって適齢期は違うから頑張って、あ、これ全然キャラ違ったね、え、今の誰、バウ、ミリアリアバウです、ありえなバウだからハウじゃないんですよ、あ、そうなんだ、そうなんですよ、ずるいなというわけで皆様のお悩みコーナー、うん、お悩み相談まだまだお待ちしています。ガンダムグッズを完全収録、ガンダムザセレクション、最新第6巻はガンダムシードスペシャル本、フリーダムガンダムはもちろんシードグッズも完全網羅、テレビアニメ情報も満載、ガンダムザセレクション1巻から6巻好評発売中、君に電撃、機動戦士ガンダムシードオープニングテーマ、リビアン・オア・カズマ、モーメント、大ヒット発売中。俺のこの手が光ってうなる、お前を倒せ、甘いぞゾーモン師匠、キャラクター好きなら言わずもがな、全身敬礼、電波狂乱、見よ、コスパのキャラクターアパレルが燃えている、ホームページはコスパ .com、ガンダムシード特ダネ情報、続いてガンダムの新着グッズ情報やガンダムシードの情報の種をお届けするコーナーです、はい、今日紹介してくれる種まきストゼロ号ですね、ガンダムエースの小林編集長です、こんばんは、お願いします、今日はいっぱい紙がいっぱいあります、ね、ますね、はい、早速大変です、あのガンダムエースがですね、はい、いよいよ3月から月刊化になるので、おめでとうございます、これをぜひ言いたいなと思って、はい、ですね、それとりあえず3月26日の発売号は、月刊化特別号ということで、はい、値段も今まで650円だったんですけれども500円に、下げましてですね、出血大サービス、はい、赤字覚悟で、いっぱい刷ります、本気です、それでこれは内容もすごいです、はい、あの安彦さんのガンダム上理人はですね、全くのオリジナルストーリーっていうのを初めて載っけるんですけれども、うん、シャアが、まあ、ガルマを殺して消えた後に、まあ、ジャブロー作戦で復活するまでのストーリーっていうのは、うん、まあ、テレビでも、まあ、やってないやつなんですけれども、はい、これを一挙紹介しようという感じでやってますし、またあのシード情報はですね、またしても新しくガンダムがいろいろ出てくるらしいのでですね、うん、それをどこよりも早くスクープしています、はい、で付録もつきましてですね、
先週あのゾノが言わなかったんですけれども、はい、ガンダムエースにもですね、あの DVD の発売に合わせてガンダムシードのトランプがつきます。はい、でこれがですね、ジョーカーが2枚で、うんうん、あのガンダムエースにつくのはアストレイのカードになるので、はい、これもぜひお楽しみいただきたい。じゃあこれ買わないと本当に揃わないってことですか。うん、まあ本当には揃わない、まあただあのババなんで、うんうんうん、あのトランプ遊びにはあんまり必要がないかも。いや、ババ必要ですよね。ババ必要ですよ、ね、ババ抜きにはババが必要ですもんね特にね。なんでこれはぜひですね、買っていただいてコンプリートしていただきたいなと。いや本当本当ね、思います。特にね誰が、はい、またですね、3月は角川書店全体でガンダム関連出版物のジャブロー作戦というあのフェアをやってます。はい、でまああのいろんな、コミックスが4冊ぐらい出たりですね、あとまああの少年エースにも載ってたり、ガンダムシードアストレアールっていう漫画載ったりするので、あのこの辺の、応募券をですねいろいろ集めていただくとサイン入り複製原画っていうのを全員サービスするという企画をやってますんで、すごい、これもあのガンダムエースとかですねニュータイプとかを見ていただくと載ってますんで、はい、ぜひあの応募していただきたいなと。あの必ず全員にあの送られるということになっているので、うん、はい、お楽しみいただきたいなと思います。そしてあの最後なんですけれども、3月10日発売のボイスニュータイプでも、ガンダムシードを大特集してます。はい、今回はですねクルーゼ隊のスペシャル座談会ってやつなんですけれども、残念ながらのクルーゼ隊の座談会なんで、うん、小屋さんも豊口さんも出てませんが、まあまあまあそれクルーゼですからね、敵側ですから、そうですね、関さんとか石田さんとか、はい、そのあたりがあんまりあの下ネタは言ってないみたいなんですけど、かなり真面目によかったよかったシードのトークをやっているので、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思います。表紙は一応あの堀江由衣ちゃんの可愛らしい表紙でこうなんでやってますんで、あ本当だ、はい、ぜひ買ってください。はい、じゃあぜひ今度あのアークエンジェル座談会も、うん、大変なことになるね、アークエンジェル人数多すぎるっちゅうね。そうですね、あでもやりたいですね、はい、どんどんとやっていただきたいですね、うん、やらせてください。あわーい、ということでありがとうございました。たくさんのこれからもラジダネだけにこっそり持ってきてくださいね、はい、みたいな情報ありがとうございました。角川書店の小林編集長でした。 CM の後もまだまだ続く。その依頼確かに引き受けたぜ。取られたら取り返せ、依頼成功率 100% のゲットバッカーズ。俺たちの活躍 DVD でもチェックしてね。 DVD ゲットバッカーズ奪還や、ただいま好評発売中、よろしく。ファイナルファンタジーのことなら電撃に任せろ。電撃プレイステーションをはじめ電撃のゲーム誌では天通タクティクスアドバンスなど FF 関連の最新情報や攻略記事をお届け。プレゼント企画も満載、電撃のスプーンゲー FF キャンペーン開催中。君に電撃モーメント大ヒット発売中。週刊レディオシード、人呼んでラジダネ。ここでテレビアニメ機動戦士ガンダムシードの次回予告です。来週のテレビ放送は第24話、二人だけの戦争。ザフトの輸送機との空中戦により孤島に墜落した係のスカイグラスパー、同じく輸送機からパージされたイージスとともにアスランも島に不時着。一時の難をしのぐため島に降り立った先で二人は運命の出会いを果たす。アスランに突きつけられた銃口、忌まわしき過去が今交差する。これは気になりますよ、うん、これは気になるなんてことない ね、 ね、うん、これからのだってあの番組の方向性がもしかしたらここでね、いや決まりますよ絶対、ある程度決まるかもしれませんからね、うん、これからの4月からの流れがこの二人が、うん、そうですよ、決めますよきっと。ここを見なくてどうする。そうですよ、もう絶対見逃しちゃダメ、はい、土曜日の夕方はテレビアニメを見て、日曜日の夜はラジオを聞く。これで機動戦士ガンダムシード思いっきり楽しんでください。ラジタネではガンダムシードの声優さんへの質問、お悩み相談、そうた番組の感想などマッハ募集しています。そして現在出演交渉中の方は T 言っちゃダメ、もうちょっと言っていいよね、ウエストリバーね、というわけで言っちゃダメらしいんですけど、マジか、宛先です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪週刊レディオシード
メールはすべて小文字で seed@vstation.net seed@vstation.net です。質問の種、悩みの種などコーナー名を明記してくださいね。というわけで、うん、終わりです。ねえ、早いっすね。もう T さんの時に呼んでほしかったな。いや、いいですよ、来ても来てもって、遊びに来るのは全然もう OK です。まあ、ね、カモンって感じですよ。まあ、そうですよね。はい、というわけで来週も内容盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。うん、はい、来週のウィークリーパーソナリティは、うん、ラックスクライン役の田中理恵ちゃんです。ほう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 。はい、じゃあ、ぜひ田中理恵ちゃんにメッセージなんかあったら、うん、ええ、あ、そうですね、役柄的に絡むかどうか微妙な感じなんですけど、そうですね、僕とラックスは、うん、そうですね、まあ、スタジオで会ってもなかなか話す機会がなくて、ラックス自体あんまり出てこないですからね。うん、田中理恵ちゃんとね、ちゃんと話したことがあんまりないんで、はい、僕怖い人じゃないんで、ぜひとも気楽に「ようこやす」って話してくると嬉しいな。こやさんでもいいけど。あ、そうですね、それぐらいなら。はい、わかりました、伝えておきます。はい、ということで、こやさん2週間どうもありがとうございました。それでは皆さん、来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は豊口めぐみとこやす竹人でした。はい、 See to you next week。 おやすみなさい。週刊レディオシード、この番組はビクターエンターテインメント、バンダイビジュアル、ソニーミュージックエンターテインメント、角川書店、メディアワークス、コスパの提供でお送りしました。